やあ、せつなけいすけだよ。ライト3、多分最後になるんで、最後ぐらいちゃんと3と読んで、やっていきたいと思います。さて、とうとう決戦の時が来たってとこかな。あの時のこと、あの後のこと、全部。そして、あ、この辺は見た通りなのかな。わあなんか毎回毎回やってもらうな、このネタ。もうみんな飽きとるでしょ。エフィナも入るもん、エフィナも入るもん、エフィナも入るもん、エフィナ入れん。エフィナも二人の姿見たかったもん。どういう展開になるって、あれこの姿なかったよな。一回目見たときは。え、あ、ちゃんとした状態。指導でもこの状態。あれ、ここまでついてきたんだ。でももう手遅れだと思うよ。今から最後の仕上げをするからさ、終わりにしよう。ガッ、この BGM。 何、あ、これさっき1回目の時にあったような感じのやつか。え、このタイミングで変わるんか、これに。でもかっこいいな、これ。敵やけどさ、操られと、いや、悪の状態なんやけど、かっこいいな、これ。シド？うん、違う。これは嘘の匂い。シドが嘘に仕えてしまった。でも見た目はかっこいい。こういうヴァンパイア系の、なんかハーレム系の女性向けのゲームとかありそうやもん。ああ、そうさ。と言っても、前とそんなに変わっちゃいねえだろ。なあ、エフィ。変わりすぎてるよ。見た目がもうすごい。ビジュアルがすごいよ。ヴァンパイアだよ。血吸いそうだよ。今までと違う。そうだね。嘘に使えたら、自我を失って人を襲う。そうでしょ。あ、この辺は読んだやつか。嘘を重ねていたんだ。そう、幼い君呼んだやつ。ずっと一緒にいたんでしょ。この辺一緒か。で、ここでは、エフィーナ HP 減ってる。44だ。勝てるか、これ。いや、攻撃力が多分落ち、1回目とは比べ物にならんほど落ちとんだろうけど、それでも一撃食らって44からどれだけ下がってきたらと思ったら一撃で沈められそうな気もする。あ、溜めてきた、HP。わー、なんかかわいそうなほど相手の HP 減らしたぞ。あー予想当たってしまった。悪い予想当たってしまった。一撃で沈めてきた。まさかのゲームオーバーの文字です。よっしゃー、戻ってきた。 HP ジャンプと回復して戻ってきた。あれか、装備が強いとはいえレベルがちょっと低いけんな。そういう意味ではちょっと厳しいんかもしれん。だがその厳しさを逆にバネにする。あ、結構ダメで削るよろやっぱ。それでもファイエンこれ。本当にラスボスかこれみたいなレベルの戦いになってきた。ワンとツーとは、桁違いなほどにラスボスが簡単に終わってしまった。今このトリプルファイヤーお前だよ。あぐっ、これに対してはさ、シドも予想外でしょうね。早っ、エフィーナ早すぎるだろ。完全に食べきれなかった。そっか、うん、私が弱いから。いや、強いよ。明らかに1と2の時とは明らかに違うレベルの強さだったぞ。装備のおかげやけど。大丈夫だよ。ちゃんとね、守ってあげるから。え？これは、まさか。強力なエネルギーの反応がありますね。これは、あのお嬢ちゃんのです。力を一度に使い切るつもりのようだな。そんな。彼女はまだ生まれて1年程度だ。あ、そんなにしか経ってないよ。え、俺初耳、そんなにしか経ってない。
そんな小さな体で大きな体を大きな力を使ってしまえば体は耐えきれずに消滅。え？そうか。これがあのお嬢さんの選択なのだろう。自分を犠牲にしてでも助ける。エフィすごいことになってる。エフィがすごいことになってる。なんかこれ見たことある。東方でこんなキャラクターおったような気がする。力が強くなる、大きくなると解放すると本当に成長するんだ。やばい、成長の仕方がすごいよ。フランドール・スカーレットみたいになったのも。お、おい、約束したからね、守るって。すぐに強くはなれなくてこうなっちゃったけど、言うことを聞かなくてデコピンされたり、おやつなしに引きずり回されたりもしたけど、一緒にいろんな町に行っていろんな人にも会ってたくさんのウソも食べた。人がいなきゃ私一人じゃこんな、きっとこんなにたくさんの楽しいはなかったよ。だからね、最後は人のウソを食べてあげる。私はきっとそのために生まれてきたのだから。え？でも最後にちょっとわがままで約束破っちゃうけど。おい、あんまり強くデコピンしたりしないでね、エフィ。バイバイ、テオ大好き。エフィー、なんてバカなこと。まあいいさ、予定とは違うけど兄さんに復唱することはできたからね。ふっ、じゃあね。どうなるん？ああ、もう時間になるな。早く行かないと暗くなっちまう。静かだな。俺はまた守れなかった。え？え、これグッドなん？え、これグッドじゃないな。え、今回エンディング3つある？3つあるな、これ。だっておまけ部屋なかったもん。おばけ部屋って、おまけ部屋じゃん。おばけ部屋って、おばけ屋敷みたいな。絶対これもう一つエンドある。え？でも何？何がトリガーなん？わからん。わからんぞ。帰ってきました。攻略サイトを見させていただきました。レベルをね、一定以上上げないと、ハッピーエンドにならないという、そういうことだったんでね。レベルを12まで上げてきました。多分これでいけるんじゃないかな。ちなみにトリプルファイヤー覚えとるし、基本ステータスも上がっとるんで、大ダメージを狙えるはず。半分削ったよ。半分削っちゃったよ。トリプルファイヤーは使えなくなったんで、ファイヤーの方。もう、相手は虫の息だ。もう一度ファイヤー。はい、終わった。まさかの3ターンで終わってるというね。やっぱ装備品の力は強いけどね。ただね、その装備品に頼りすぎてレベル上げなかったっていうのが結構、作者さんが罠を作った感じがするよね、今回の条件として。確かにレベル上げんわ。こんだけ装備品が、で、力が強なったんだ。レベル上がったイコール、エフィーナのあの、嘘を食べる力が強なった件、全部食べきれるようになったってことじゃ。なるほどな。すごい理解。納得の分岐方法。失敗か。ドラゴンの力は見余ったかな。いや、俺に、2回ほど悪い展開見てしまったけんな。シド、大丈夫？ああ、ありがとうな、エフィ。助けられた。エフィに助けられた。あ、まだフラフラしてるのに危ないよ。何？僕は謝る気なんてないよ。謝るのは俺の方だ。謝ったってもう消えるもんじゃないよ。それならそれでもいい。ずっと恨んだままで構わない。俺はあの時お前らに嘘をついた。ギャングに入るってこと？いや、あの後入ったお前だ。お前だってあの左手のマークの知ってるんだろ。じゃあ何？俺たちよりお金の方が大事だってこと？今だってそうだろ。人を騙してお金を増やして溜め込んでる。
ああ、そうだよ。金は貯めてなきゃいけねえ。死ぬかもしれねえからな。どういうことだ。あの時、俺はギャングのリーダーと話をしたよ。今までも勝手に盗んでったりしたし、ぶっ殺されるかと思った。だがあいつは金を払うなら今回のことは全て許してやると言ったんだ。まあ、随分とでかい金額だったよ。まさか、それを一人で払うためギャングに入ったのか。それで、だからか。だからテオが、お金にやたら口うるさいのはこういうことだったんか。なるほどな。結果から言えばな。どうして僕たちにあの時話してくれなかった。言ったらお前らはあの町から出ていかない。俺と一緒に行くなんて言うだろ。お前らの足手まといに自分を奪うのが何より嫌だったんだ。ならあの時の大金は、入り立てで借金からスタートして貸してなんてもらえなかっただろう。確かに金持っとった。継ぎはぎ、撃った。なんだよその脇腹の古い傷は。お前らに金を渡してさっさとあそこから出て行かせたかった。俺はギャングに入るからもうあの場所には行けないからな。だからすぐに一緒に大金を手に入れる必要があった。だから俺はあの後肝臓を一つ売って金に変えた。は？お前に嘘をついていたことを謝らないといけねえんだ。あそこだって完全に抜け切れたわけじゃねえ。金を払い終わった後、抜けると言ったら、まあ集団で殴られたよ。だからタイミングを見て逃げただけだ。バレりゃやられる可能性だってある。あそこのリーダーは裏のでかいところともつながりを持っているみたいだったしな。だから行くたびに名前や外見も変えて、一つの町には長く滞在しないようにしているんだ。伏線だったんだよこれ。完全に3のこの場面のための伏線だったんじゃ。へえ、なんでいちいち名前変えるんかなって思っとったらこういうことだったんじゃ。そのために金がいる。僕たちのため。なんであの時今まで黙っていたんだ。僕は今まで何のために恨んできたんだよ。いいんだよ恨んだままで。俺はお前らに嘘をついたことは事実なんだ。あれだけいろんなやつに言っておいて、俺も人を守るために嘘をついたんだ。嘘なんて汚ねえもんは人を守るために使うもんだね。自分を隠したいもんに汚く塗りたくって守るために使うもんだ。周りが離れるものも恨むものも自分でそれを塗りたくったんだから自業自得なんだよ。わっ、あれ力が。僕はこれで兄さん許したわけじゃない。ヘリコプター。またいずれ手を下しに会いに来るよ。ああ、うげえ、高い、高すぎでしょ。待って、高い。だから外は見んなって。しょうがないじゃん。次いつ会えるか分かんないからさ、顔を見ておこうと。やばい、視界がくらんできて見えない。あんま試練の前でそんなことを言ったりすんなよ。まだな、テオ。これからもまたバタフライ出して活動するのか。あれでよかったの。ああ、あれがあいつらの決めた生き方なんだ。そしてこれが俺が今決めた生き方だ。そっか。ああ、今年一番きつかったな。2番目は3日前に食べた雑草。あれ、そんな辛かったんだ。戻るか。はい。
その後、私の力の安定も戻って、溢れていた嘘もきれいに消えた。お金持ちの人は、黄金の秘宝、黄金の秘宝みたいな。これ絶対発音間違っとんちゃう、エフィーナ。黄金の秘宝を取られてすごく落ち込んでいたけど、偽物だったってことは言わなくてもよかったのかな。ウィルバーを本物だと思っとったんかいな。おい、エビ早くしろ。扉が閉まるぞ。え、待って、テオ。ん？何も出てこん。なんか画面真っ暗なままなんやけど。おう、できた。ようやくできた。というわけで、ライト3完結。ていうか、もうライトシリーズ全部完結であります。ありがとうございます。これまでちょっと見てくださって。やばいわ。ライトの世界観っていうのがすごい面白くてね。あと、絵も綺麗やし。何より今回は3は、これまでの話、いろんな情報が伏線としてあったんやなって思わされたもん、これ。最後の最後で過去との、自分の過去との因縁を、剣につけるみたいな感じだったよな。かわいそうに嘘が来ない剣で支えてる。ライト4でんかな ?4 出てほしいんやけどな、俺。外伝みたいな。1、2、3ってついて4じゃなくて外伝みたいなのが欲しい。サンキュー、フォープレインズ。あ、こちらこそありがとうございます。実況者。させていただいてありがとうございます。テオの嘘、やっと私になって食べることができたよね。だから私の勝ちだよね。そんな勝負した覚えはないぞ。ね、気になることがあるんだ。テオは何をお願いして私を呼んだの？あいつらについていた嘘、あの嘘がいつまでたっても消すことができなかったんだ。多分お前、その時にお前を呼んだんだと思う。これからも嘘はつくの？ああ、詐欺師が正直者だったら仕事になんねえだろ。そっか。なら、約束だ。お前には嘘をつかない。これからずっとだ。本当？ああ、約束だ。なら、私のことを好き？嫌いではない。そっか。私もね、テオのこと大好きだよ。そうか。おしまいと。はあ、本当にライトシリーズ全部終わってしまった。このゲームの作者さんはアリスメアの時からちょっとね、すごい面白い話作る人だなって思って気になっとったけど、本当面白かったらいいと。おまけ部屋終わって、チャーン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 って、なんかスタート画面に戻った時の BGM 聞いたらすごいことになるんだろうなって思っております。というわけで今回はこの辺で、ライト、これまでご視聴いただきありがとうございました。これからもどんどん新しいゲームの実況をしていきますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、週明け。え？シリル女性だったん？ずっと男かと思っとった。あ、女性なんだ。あ、シリルって女性の名前だったんや。男かと思っとった。これまで3部作に分けられてプレイしていったライトシリーズなんですが、本当ライトシリーズ面白い話だと思いました。アリスメアの時もそうだったけど、やっぱり世界観っていうと絵のマッチした感じが面白いゲームだと思うんですよね。作者さんであるミワ・シーバさんに感謝の意を込めるとともに、ミワ・シーバさんの次回作に期待したいと思います。
ライドシリーズの実況を見てくださってありがとうございました。